おはようございます。8時45分。もう早起きは無理です。はい、よく寝た。まあ、今日もあんまり暑くなさそうですね。今スマホに表示されてる気温は28度って書いてある。まあ、あんま寒くない。間違えた。あんまり暑くない。昨日より涼しいかもしれない。曇ってる。今日はこの周辺を散策して、あそこに山があって、ここに山があるんですけど、この山の上に、なんて言うんだろう、ストゥーパっていうのかな。ストゥーパとは違うか、なんか建物が建ってて、お寺っぽい感じなんで、まあ、登れたらちょっと登りたいなって思うんですけど、まあ、ちょっと行ってみるか。今日は曇りだ。曇りで風が強いね。曇りだな。いいね。過ごしやすいわ。田舎だけど相変わらず朝からバイクはすごい多いな。大通りでもないけどバイクはめちゃくちゃ多いな。風が気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいな。最高だな、今日の天気は。犬がついてくる。この子は飼い犬だな。どうした？首輪つけてるもんね。ここの上にあるお寺、まあお寺だな。お寺にちょっと行ってみたいんだけど、こっちに行ったら行けんのかな。なんかため池みたいなのがあるんですけど、めっちゃでかいナマズが泳いでる。あ、すげえ、2匹。あ、もっといるな。これ釣れそうだな。これ何？釣り堀？釣り堀じゃないか。へえ、すげえな。まあ、日本のナマズとは全然違うんだろうけど、ナマズが泳いでるな。これどっか川に通じてんのかな。とか見てみたいけど、この階段ちょっと怖いな。これ映ってるかわかんないけど、ここに、これだ、これ、これ、これナマズです。でかい。キャットフィッシュ。まあ、日本のナマズとは多分全然違うな。日本のはマナマズとか、まあ、琵琶湖だったら琵琶湖大ナマズとか、まあ、3種類ぐらいしか日本固有のナマズはいないと思うんですけど、これは何ていうやつなんだろうね。この池は何のための池なんだろう。用水路なのかな。あそこにホースがあるから、これでこっから汲み上げて畑とかに水を供給してんのかな。どっかに通じてんのかな。いや、釣りしてえな。こっちは違うっぽいな。鶏が放し飼いにされてて、なんだろう、卵の工場とか。そうだ、こっちの卵屋さんっていうのがこっちにあるんですけど、そこはもう、まあ、農場とかじゃなくて、町の通り、大通り沿いとかにある卵屋さんとかでも、入り口のとこで、まあ、ちっちゃいケージで卵じゃないや、鶏飼ってて、ヒナとかもいて、多分そこで、だからもう、プチ農場みたいな感じ。農場ではないんだけど、お店で鶏を飼ってるっていう、すごいっすよね。取れたての卵がもう街中のお店で、ちっちゃいお店で買えるっていう。フォースストリート。まあ、これで通りの名前が脇道にそれてくと、こうやって名前があって、通りに名前があって、フォースストリートっていうところらしいです。ここは結構飼い犬が多いね。この子も飼い犬なのかな。飼い犬だな。番犬か。フォースストリートにはなんか番犬がいて、向こう行くとすごい吠えられるな。あ、さっき言ってた卵屋さんってこれだわ。まあ、このお店は卵専門店じゃないけど、普通の売店に鶏が併設されてて、鶏がいて、まあ、ここで多分卵を産んで、で、このお店に並ぶっていう感じです。すげえな。ここで飼
新鮮な卵が買える。まあ今角にあった卵屋さんのおじさんに聞いたところ、こっちに行くと、まあ、あの山の上に通じる道があって、まあ、上に行けるらしいんですけど、本当なのかな。また歩いてったら番犬が来て、みんな犬は番犬として飼ってんだな多分。すごいちゃんと仕事してるよ、かわいい。あ連れてかれる、あ連れてかれる、めっちゃ連れてかれてる、めっちゃ連れてかれてる。持ち上がんないんだな、でもあれは。あ、よく見えた、見たらここに見えますね、湖。ここをまっすぐ行くと、なんか湖の中に通じる遊歩道的な感じになってるんですよね、地図で見ると。あ、とりあえず行ってみるか。回ってるな。バイクも来るし、あ、見えてきたな、見えてきた。ああ見えた見えた、ここか。相変わらずゴミはすごいな、ゴミすごいな。ここゴミ、ゴミ捨て場なのか。沼って感じなのかな、湖っていう。さっきのナマズとかいそうだな。でもあ浅いね多分。すごいぬかるんでるわ。いけないことはない。向こう岸にも人がいるな、ここら辺に。多分人だな、あれ。めっちゃ静か。ここでコーヒー飲みたい。こっちから山見るとでかいな。いや本当に今ここで座ってコーヒー飲んで、なんか1時間ぐらいダラダラしたいな。コーヒーもね、インド来てからまともなコーヒー一回も飲んでないんですよね。本当にこんなにコーヒー飲まないのは珍しい。でも不思議となんかそのカフェインを欲するっていうのがあんまりなくて、日本でねコーヒーをしばらく飲まなかった時とかすっごい頭痛くなって、まあ完全にカフェイン依存症の軽いやつだと思うんですけど、頭痛くなって偏頭痛みたいな感じですごいひどかったんですけど、そういうのも全くなくて、なんでだろうな、カフェイン全然取ってないのに。コーヒーも一応マハーバリプラムっていう村行った時アイスコーヒー飲んでましたけど、もうほとんどミルクみたいな感じだったんで、
なんかミルクコーヒー牛乳みたいな、コーヒー牛乳のもっと牛乳みたいな感じだったんで、まあコーヒーっていうコーヒーはもう飲んでないですね。いやー気持ちいい、風が気持ちいいな。鶴みたいなのがいる。そういえば昨日メイン通り、大通りか、大通り歩いてて、大通り沿いにアシュラムっていう、まあお寺、道場、瞑想する、瞑想とかヨガする道場みたいな場所があるんですけど、まあ、そこアシュラムが2箇所あって、その1個は中まで入って、もう1個は中まで入ってないんですけど、中まで入ってない方のアシュラムになんかクジャクがいたんですよね。なんかで後で見てみたら、なんか野生のクジャクがいるらしいんですよ、街中っていうか、そのアシュラムに。まあ、だから最初なんかその飼ってるやつなのかなと思ったんですけど、なんか野生のクジャクらしいですね、あれは。水の中に鳥の足跡もある、かわいい。いや、なんかやっぱインド、普通に街歩くだけでももう騒音と、まあ最近はもう暑さとすごい疲れるんですけど、まあ、こういうとこあったらすごいのんびりできてリフレッシュって感じでいいですね。すごい静か。一人僕みたいな感じでのんびりしてる現地の人が、まあ、すぐそこにいますね。鳥の声がいいな。あ、今度インドとかネパールで釣りしてみたいんですよね。なんかさっきも見たけど、すごいでかいナマズがいるんで、ナマズを釣りたいなと思って。ここなんかキャンプできそうだな。こっちの方が深さがありそう。うわー気持ちいい。コーヒー持ってここに来たい。コーヒーをドリップするセット持ってきてここに来たいな。結構深そうだねここ。なんかすごい妖怪みたいな怪魚が出てきそうな雰囲気があるな。この山のここにお寺が、お寺っていうかお堂があって、まあだから ここにある門を入っていけばいけんのかな。今少年3人が門入ってったからどうすんのかちょっと気になるな。門の中入ってみたけど行き止まりだな。行けないなこれは。もう一方の道を行くと、ああ池みたいになってるんだね。別に登れるわけじゃないんだ。とりあえず昼飯でも食べに行こうかなと。卵料理でも食べたいな。なんかチャイとかカーリーとかの配給制度があるっぽくて、ちょいちょい車が止まって、まあここがお寺だっていうのもあると思うんだけど、多分配給してんだなあれは。ジャーマンカフェで、こんな感じでこのチーズオムレツ90ルピー、あとはブラックコーヒー60ルピー、まあ150ルピーでタンパク質とコーヒーも取れると。涼しい、 Wi-Fi もあるっぽい。チーズオムレツとブラックコーヒー、熱いな。これインスタントですね。このカフェでずいぶん休憩したので、ちょっと宿に戻って、まあ、ライブ配信できたらライブ配信しようかなと、散歩配信しようかなと思います。今13時ですね。13
13時。今いたのはジャーマンカフェレストラン&ベーカリーってとこで、 Wi-Fi がめっちゃ早かった。全然 YouTube の動画のアップロードも全然簡単にできましたね。珍しい、このクラクション鳴らしながら走ってるバイク見るとレースしてんのかなって思うんだよな。何をそんな競いやってんだろうみたいな感じ。やっぱアシュラムに行くと配給でご飯とかチャイがもらえるらしくて、まあ、全然日本人でも食べていいらしいんですけど、普通にアシュラムに入って時間帯が合えば無料でご飯が食べられるらしいですね。ヒンドゥー寺院のすぐ裏にも池がある。これ何のための池なんだろうね。人と犬が一緒にお寺で寝てる。ここはなんていうお寺なんだろう。なんかちっちゃいお寺でも名前があるからちょっと見てみよう。書いてないな。道の反対側歩くと人が多くて、なんか悪ガキが多くて、写真撮れってすごいうるさいから、まあ、宿は向こう側なんですけど、こっち側を通って帰ろう。今ライブ配信を終えたとこで、すごい人気のないいい道を見つけたな。明日もここ来ようかな。明日もここ来たいな。今カメラ持ってきてないから、明日はカメラ持ってこっち行きたいな。すげえ角の色がすごい綺麗だな。多分このセカンドストリートってとこ行けば、宿の方に出るはずなんだよな。ちょっと行ってみるか。この道は明日も来よう。この道は明日も来よう。あー涼しい。ただね、この脇見なんていうんだこういう道は、メイン通りから外れた、ちっちゃい道通りは番犬がねすごいいて追い払われそうになるんですよね。さっきも反対側からこのその時はフォースストリートだったかな、フォースストリート入ろうとしたらすげえね番犬が3匹4匹ぐらいいて、なんか追いかけてきそうな感じだったんで、ちょっと行くのやめたんですけど、セカンドストリートが行き止まりになってて向こうには行けないみたいだけど、こっちから行けんのかな、こっちからこうやって行けんのかな、どうだろう、多分そうだろう。電信柱があるもんね。いや、こっちにも道がないわ。ダメだな。来た道戻んないとかもしれん。しょうがないな。戻るか。あの、湖沿いの道から戻るか。どっから来たかちょっとわかんなくなりかけてる。多分こっちだと思うんだよな。違ったかな。思い出した。さっきの道に着いた。あとはここ、地図で見たらなんか、40分くらいかかるって書いてあった。ゲストハウスまで。そんなに歩いてたかって感じだね。またバイク乗ってたむろってる若者がいて、すげえ話しかけられて、なんか、お前のゲストハウスに連れてってくれとか言われて、いや、どういうことだと思って。彼らはなんか釣りしてたって言ってたね。フィッシングって言ってた。ファイティン。おぉ。さっきライブ配信で通りかかった、ここは葬式じゃなくて、フィッシングトーナメント、フィッシングファイトやってるらしい。釣りバトルやってるらしい。釣りバトル。この集まりは、釣りバトルの集まりだった。全然葬式じゃなかった。今、釣り大会のところ動画撮ってたら、なんか、若者に声かけられて、YouTuber なのかって言われて、ああ、そうだよって言って。
で、なんかその人もまあ多分僕より年下だと思うんですけど、 YouTuber やりたいらしくて、まあチャンネルは作ったものの動画は全然アップしてなくて、なんかどんなチャンネルをやろうかとかすごいリサーチしてるって言ってて、まあなのでもうとにかく僕最初は数をアップロードするしかないっていうことをアドバイスしました。なんかその人はトゥクトゥク、あ、リキシャーのドライバーやったり、あとはなんか蜂蜜の箱、ハニーボックスって言ってたんだけど、だから多分蜂蜜を作って売ったりとかそういう仕事をしてるらしくて、この村に住んでると、この町か、だからサティア、僕が泊まってるサティアゲストハウスの結構すぐ近くに住んでるらしいですね。で、なんかさっき釣り大会やってたから、あの釣りチャンネルはどうだって聞いてみたんだけど、なんかいや、この湖で釣りチャンネルは難しいって言ってましたね。いや、でも釣りチャンネル結構いいと思うけどな、インドで釣りチャンネル。なんかさっきもため池とかにでかいナマズとかいたから、まああいうとこでナマズ釣ったりとか、そういうチャンネル作ったら面白そうだけどね。あっちから可愛い犬が走ってきた。あ、止まっちゃったけど、あの犬も帰るのかな、街に。あ、走ってきた。走ってきたな。これはどこに行くんだろう。街に帰るのか。ここもすげえ人が集まってるな。何の集まりだこれ。何の集まりだ。ポンディチェリで買ったバナナがまだ余ってたんですけど、リュックに入れてバス移動してたせいか、ちょっと食べれそうにない状態になっちゃったんで、ちょっと買いに行こうかなと。バナナはね、こう安くビタミン C が取れると、ビタミン C とかビタミン類が取れるっていうので、まあ重宝しております。ここでは1本5ルピーってことで、20ルピー分買いました。まあ余ってダメになっちゃってもしょうがないんで、まあこれで十分でしょう。はい、時間が18時34分ですね。明るいな、まだ涼しい。夕飯でも食べに行きますか。今日はゲストハウスの食堂ではなく、まあその向かいに、なんとかカフェっていうところがあって、そこも食事出してるみたいなんで、ちょっとそっちに行ってみようかなと。そっちも Wi-Fi 使えると思うんで、まあ、そっちで、まあ、なんか作業とか やりつつ夕飯を食べようかなと思います。このケビンズカフェってとこに行こうと思ったんですけど、明らかにやってそうなのに、開いて扉も開いてるのに中入ったらやってないって言われて、まあ、で出ようとしたとこでさっき話した YouTube やりたいっていう若者がバイクで来て、もう一回話しかけられて、まあ、なんかインスタグラム教えてくれって言われて、まあ、インスタ交換して、なんか YouTube やるから、始めるから、なんかわからないことあったら DM で聞くわって言ってました。ここは宿のサティアカフェ。今日はピザオンリーピザの日らしくて、まあ、こんな感じで値段ごとにピザが分かれてると。シバとかクリシュナとか、まあ、神様の名前分かれてて、これにしました。ビシュヌ200ルピー、ビシュヌピザ、ホームメイドピザ、まあ、すぐそこの厨房で作ったピザとのこと。今21時56分ですね。まあ、夕飯食べて、まあ、そこからはもうダラダラ過ごして、まあ適当にじゃないな、まあ、ネット関係を更新したりとか、まあ、写真を整理したりとか、まあ、そんなことをやっておりました。はい、まあ明日も今日ここで寝て、で明日一日またここで過ごして、明日は、この近くのアシュラム、まあ、お寺にもう一回行って、まあ、その裏から山に通じる道が、まあ、あるんですけど、
で頂上まで行くこともできるんですけど、頂上までは行かず、30分ぐらい登ったとこにある、お寺に行ってみようかなと。30分ぐらいで行けるらしいんで、まあ、そこに行ってみようかなと思っております。はい、そんな感じで今日はおやすみなさい。